せーの、マリンパッパです。今日は母親に妊娠ドッキリをしていきたいと思います。マナミラもう子供お腹の中に授かってもおかしくない年やんか、はい、そうですねそうですね。なんならもう結構周りの友達とかは子供力も多いし、うん、マナミラちょっと焦ってるぐらいよな。めっちゃ話やな。最近ほんまに結婚、子供の話めっちゃするようになって、そうなんか子供見たら最近2人ともさ、バリ欲しい、なんかもう、ま、あのなんかもう昔とさ見る目が変わってきたよね。そうやな、うん、実際マナミラが子供を授かったらお母さんたちはどんな反応するかっていうのをシンプルに気になって今回ねちょっとこの企画をしていこうと思います。でまあリアルにしたいやんか、うん、でマナミの友達にちょっとエコの写真を借りてきたんでこれを見せてちょっとほんまな感じで今日はやっていきたいと思います、うんうんうん、まずちょっと先にチャーちゃんの方から行って仕掛けていこうと思います。ついてきてないっしょ。マナミも一緒に行くの。だからマナミ追ってくれた方がチャーちゃんは多分信じると思うねん。あ、ほんま？うん。あ、ほなチャーちゃんの時はマナミも一緒に行こうかな、うん、で、マナミのお母さんとかの時はちょっと多分勘ぐられる可能性があるから、うん、ドッキリっていうのを勘ぐられそうやから、うん、逆に風がおったらちょっと一人でね仕掛けていきたいと思います。はい、そんな感じで向かっていきましょう。レッツゴー。さあ、お邪魔します。喉乾いた。喉乾いた。喉乾いた。コーラでいい。コーラでいい。あったかいの。あったかいの。あったかいの。健康だ。コーラ。コーラ。ちょっと。寒かって。寒かって。ありがとう。美味しい。美味しい。うん。お腹に優しいやつ。そんな結構しこやった。最近さゆばっかの、コーン茶とかさゆばっかの。そう。いただきます。何なん今日。怒らんって言われて何 YouTube なかったん。 YouTube のことちゃう。何怖いわ。何なんかしたん。ゆいや怒られたくないみたいな。だから一緒に来てって。マミちゃんも関係あんの。マミ関係ない。関係ないの。関係ないけどどうしたらいいのな感じ。何をどうする。なんか巻き込まれたって言われた。赤ちゃんできた。すやろ。これ、彼しおらんやん。誰かわからん。誰かわからんって何。酔っ払っとったの。酔っ払ってもないけど3人ぐらい思い当たる節はあるよ。3人やばない。あんた、それほんまに言ってんの。あんた、そんなんやったん。最近モテんねん、なんか知らんけど YouTube やり始めたから。でも、なんだよ、思うんだったら。どんな男よ。いろいろって。なんか、飛びしてる人もいるし IT 系の人と。違う、そういう意味なんじゃなくて。何どういう感覚だ。それ、ヨウタン、ほんで全員言った。ヨウタン、ほんで俺の子じゃないって。はぁ、あ、そりゃそうやろ。3人とも付き合ってないのかって。ちょっと突然すぎて。
ちゃんと知ってたよ、今まで。でほんななんでそんなん急にそんなんなんあんたんめあんたんめ急に子供のこと言ってくるんやろ。言うてもそれとちゃうやんか、3人やから。3人同時ってプレスターやのこっちに乗って。ほんな一人のこと付き合ってちゃんとそうすればよかったやん。おらんから、付き合える人がおらんからやん。いやおらんからだ、それで3人の人すんの。まあ、知ったらどうしても子供できると思わんかったって。でもな、年やねんか分かるやん、25人もらってこの分かるやんか。またそうやって年やからって言う、いつもそうやって言うや、年やねんからもう子供にしてるから言ってくるやん。言うたとしても僕らすんなんて。なんで喜んでくれへんの。喜ばれへんやんか、どう考えたかって。そんなどうするの赤ちゃん。どうするって何。赤ちゃんどうするの。釣り育てるって言ったくじゃないですか。覚悟あんの。あるって。ここにあるから話しに来てんねん。どこに覚悟があんのそれ。あるって。もうどうすんの。 YouTuber どうすんの。していくよ。どうやって。普通に。普通にってどうやって。普通に働いてしていくの。赤ちゃんってどうなの。分かってんの。分かってるって。大変やで。そんな分かってるよ。大変なことぐらい。あんた生まれてあれやで、3時間ごとにあげなあかんねんね、ミルク。寝られへんで。そんなみんな通る道やん。覚悟もなもんだから。あるって覚悟。どこにあんのよ。もうあるって。もうほっといて。もうマジで。もうタカちゃんじゃに言いたくなかったら。分かったわ。なら、あんたも一回考え直しって。ちょっと考えるわ。ほんまに。何を考えるん、長ちゃん。ちょっと頭。いや、そうはもう分かれへん。ほんまに。もう壊して。どれがやねん。ほんまに確かにありすぎた。3人がちゃんとできたってこと。うん、何。いない。いないって。してない。ごめんアホちゃん。ごめん。ほんまに全部どっち。全部したやな。アホちゃん。だから今回はまなみらももういい年やから、親の反応どんなんなんかなっていうのが気になって。アホちゃん。ガチで怒った。だってほんまにな、言ってくるたびにな、嫌やってん。シャーちゃんが早子供にしてとか言ってくるのな、結構プレッシャーやってんからな。その気持ちも分かるけど。いやマジでマナミ二人が言い合いしだしてからバレ焦ったもんな。そう、最低。ほんま最低。水でだし。次まなみのお母さんに仕掛けに行くから。あ、そうだ。怖そう。怖そう。やばい。だから何か行かんねん。一緒に行かんほうがいい。絶対行かんほうがいい。そう、まなみお母さんに仕掛けるのは一人でちょっと行ってこようと思います。その方がいいと思います。まなみ嬉しいわ。いや、ほんまに嬉しいね。なんで。いや、もうそれぐらいの年頃やん。わ、めっちゃ嬉しいわ。な、一緒に連れてきや、うん、一緒にご飯行こう。分かったな。OK。 ほんま、うん、え、ほんで今どれぐらいなん。今2ヶ月。もう2ヶ月なんて。よう黙ってたな。ちょ気づかんかったん、自分も。あ、そう、仲間出てきてない、うん、そう、気持ち悪ないの。気持ち悪ないね。何怒ると思ったの。え、まあ、怒られる年ではないよな、うん、ちょっと待って。お母さんな母さんな。今度なんだのな、男の子生まれたりしたらな、こんなん着せたいわとか思って買って置いててずっと。ほら、ほんであんた買ってたよ。ほら、こんなんちゃんと置いてあんねん、全部。一応これ、なん
て、ほんま、いつの間に言ってた。そんな喜ぶと思わんかった。めっちゃ嬉しいよ、嬉しいよ。可愛いやろこれ。可愛い。お母さんが男の子やったら着せよう思って買っておいてて、なんかな、やっぱ男がいい。まあ女の子もええけどな、男の子育ててないから男の子もええな。占いでも言うてて。何？どこの占い？占いいつも行く占いでな、お孫さんもできるかもねみたいな、当たってるやん。めっちゃ当たってるやん。すごいな、すごいな。もう一回言ってこう。男か女か聞いてくるわ。そんなん分からんの？いや分からんで、そんなん。いやほんま楽しみやわ。いや可愛いやんか、また遊べるやん。伸びるで。めっちゃ遊べんで、おむつ替えたりするの面白いやん。子供好きなの？子供好きやんか。逆にまなみは結構遅かったから嫌やった。早く産んでくれた方がいいわな。お母さん若い方が見れるやん。ほんまに欲しいと思ってた。欲しいよ。じゃあもう年いけば行くほど見られへんやん、しんどくて。今やったら孫連れてユニバも行けるやん。しんちゃんにも言ったよ。お母さんの先に言った。なんやそれ、お母さん一番やろ。何も言ってなかった。しんちゃん、うん、あれ笑えてる。使われへんやん。使えるわ。ちょっとここ、こうやって閉じとくわ。いいやん、旅行もいっぱい行けんな、うん、いっぱいいろいろ連れて行くわ。どこで住む？どこで住むって、もう一緒に住むか。一緒に近所でええやん。一緒に住む。なんなん、どうしたん、あんたおったん？あんたドッキリ。なあのなあ。めっちゃ気まずい。めっちゃ喜んだって。喜んでた。聞こえててんな下で。行くめっちゃ嫌。いやいや、花見のやつ普通に LINE したもん。見てこれ、出してきたって。めっちゃ喜んでた。喜んだのに気まずすぎてネタバラシ自分でできんから風に上がってきて言うてん。なんか知らんけど、お母さんもほんまや思ってるから。ドッキリね。もうモザイクかけといてや。もうかおりちゃん出てもらったらさ、編集大変やねん。めっちゃありがたいねんけど。もうありがたいとかそんなんじゃない。今日のはもうお母さんちゃんとなんかこうでもらうで。逆にもうあの反応困った、こっちが。かおりちゃんマジでブチ切れると思ったわ。もうめっちゃ喜んだわ。でさ、さっきさん、チャーちゃんとかと撮っててさ、うん、エンディングでさ、うわー怒んでーみたいな感じで終わってんな。そう、次まなみのお母さんに仕掛けに行くから。あ、そうだ。怖そう。怖そう。やっぱだからマジで怒ると思ったら、まさかの反応して。まだいっぱい置いてんねん、あんたの。そんな子供ランドセルまで置いてんねんで、この子の使ってた。そんな欲しいの？そりゃあんた孫は嬉しいやろ。もうこの年だったらやっぱ欲しいよ。もうこの年っていうか、そろそろ、まあまだいいけど、そらだけど、まあ30までには結婚して産んでもいいんちゃう、まだ5年ある。大丈夫、まなみ大丈夫、まだ大丈夫、大丈夫。5年あるから大丈夫。でも5年経ったらもうお母さんも、ね、お母さんもな、年齢行くもんな。一緒に旅行行ったりとか、なんかいろいろ連れて行ったりとかできへんやん。確かに。まあ適齢期で結婚してや。頑張ります。頑張ります。はい、こんな感じで高評価、チャンネル登録、拡散お願いします。お願いします。モザイク頼むで。バイバーイ。バイバーイ。